どうしようか。やばい。はい、今サイゴンステーションに着いたので、今からチケットを買ってファンティエッタ駅に行きたいと思います。朝は時刻の6時です。とりあえず行ってみましょう。 OK、 ファンティエッタ、ファンティエッタ、これか。すげえな、これレトロ感が半端ない。どうも。すごっ。何こりゃ。ファンデイじゃ、ファンデイじゃねえ、マネケバンデイ、ファンデイじゃ。建物ってか、列車古いよね、さすがに。だいぶ古いね、これね。やっぱ都市鉄道とか乗っちゃうとちょっと違うね。あと、寒い。服着ました。めちゃくちゃ寒い。なんでこんな寒いやん。こっからファンティエットは6時40分に出発して、10時45分、じゃあ4時間。頑張って、ちょっと北上を目指したいと思います。まずね、ホーチミンから最初の駅なんで。30時間ぐらい。ハノイまでは32時間。そっか、もう32から35時間ホーチミンから最後を目指すと30時間以上。ホーチミンから最後って間違えた。ホーチミンからハノイ目指すと30時間以上。結構時間かかる。結構時間かかる。いや、だから一気に30時間はきついよね。だ、なんかそのままもうハノイ帰るか、どっちか。なるほどね。ガーファンティエット。はい、ファンティエットの駅着きました。結構ね、人いるんですよね。ほら、今からとりあえずホテル行って荷物置きたいと思います。ホテル着きました。着きますか、チェックイン。いや、めっちゃ広いよ。マジここ広すぎ。Thank you, ココナ。ちょっと美味しいけどぬるいかな。今日のランチ。いただきます。あ、美味しいよ。もうめっちゃ美味しいんだけど。お、パラパラじゃん。美味しい、さすがホテルの。いいんじゃない。どうよ、4900。そうだよね、だ約100万ドン、だから1人50万ドンだよね、1泊で。プールもあって、卓球もできて、テニスもできる。卓球やるか。今からですね、夜ご飯食べに行きたいと思います。夜もめっちゃ綺麗だね。違うよね、全然昼と。 OK、 じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。バーイ。明日まず早い。そうだよ、明日4時半だよね。
早いよ。今日も4時半。あ、今日5時か。今日5時、明日4時半。めっちゃ健康いいよね。睡眠時間短いよね。全然寝てないの。全然寝てないよ、確かに。まあまあ、旅行なんで。いや、明日楽しみだね、バギーも。そうだ。無いねって言ったらね、砂漠でバギーなんで。起きれるか、まず。朝日が見れるか。うん。そうだね。朝日、いいね。だから、まあ、わざわざね、朝選ぶのもいいかもね。はい、4日目の朝になりまして、眠い。時刻は4時20分です。今から朝日見たいと思います。早いな。早いよね。うわ、真っ暗、やば。どうしようか。やばい。ということで、ムイネのバギーは行けませんでした。昨日ちょっと申し込んだんですけど、ドライバーが連絡つかないとか言って、お金返金されて、結局行けませんでした。おやすみなさい。いやさ、いいんだけどさ、ドライバー連絡つかないって何？てか、それいいの？その対応って思っちゃったけど。ねえ、しかも、俺らさ、普通にね、じゃあ2時間後に行けますとかってそういう話でもなく、日の出見るからさ、次の日しかないじゃん。で、もう今日、にゃちゃん行く予定だったし、ハードすぎるよ。さあ、だってムイネってさ、この砂漠がメインじゃん。これ行かずにね、帰ることできないし、そうすると、もう一泊せざるを得ないよね。だから、ちょっと後で交渉しようね、なんか。おう！ということで、ジープツアー行けなかったんで、もう一泊することにしました。で、もう一泊は同じ部屋で、280万ドン。プラス、無料のバーベキューが夜ご飯つくプランになりました。1日目より、ちょっと値段ね、高いんですけど、1日目が、まあ、旧正月、旧正月だったので、すごい、安かったみたいですよ、もともと。で、今2日目なんですけど、2日目はもうちょっと高いっていうことで、それでも少し、まあ、ディスカウントはしてくれたようで、やむを得ず、延泊、同じ部屋で280万円で泊まることにしました。結構きつかったね、あれが。ディスカウント、もうちょっとさ、してくれるかなと思わなかった。うん、意外と厳しかったね。しょうがないよね。うん。なんで、とりあえず、まあこれもベトナムの旅行っていうことで、また今日楽しみたいと思います。まあ、いずれにせよね、ジープツアーは、朝日は見れないですけど、夕日は見れるんで、逆にもしかしていない、いいかもしれないしね。同じ太陽だから。そう、同じ太陽だから。沈むか上がるかの違いだから、そこはね、前向きにいきたいと思います。わお、ナイス！かっけえな、これ。窓なしだもんね。After that, we go to the fishing village, and then we go to the white sand. Uh-huh. After that, we get back to the red sand to see. We see the sunset also from the red sand. Okay. わかんない。砂漠用のジープじゃないといけないんだよね、砂漠。多分タイヤの。ああ、タイヤか。なるほどね。いや、楽しみだ。オッケーオッケー。スリッパを脱ぎますと。スリッパを脱いで。Now it is the time with the 210. Yep. So you must be around for 35 minutes. 35 minutes. Before you go inside. Okay, okay, okay. Only for one way. Go and back the same way. Okay, okay, okay. I see. So 30 minutes. Normally, yeah.Something that is 235 or 240. Okay, okay. You have more to come back to. Okay, thank you. Okay. Thank you. Only for one way, huh? Go and back the same way. Okay, okay.
All right. Okay, thank you. See you later. See you later. Yep. これさ、うん、いいね。とか言って、何が待ってんだろ、あっちに。とりあえず裸足で歩くみたいです。何なの。あー、柔らかい。めっちゃ人いいんじゃん。あー、でもいいね、川の中でめっちゃ自然がこういう感じか。めっちゃいいかもしんない。ちょっとね、この先に何があるか楽しみですね。30分か。結構人はめちゃくちゃ多いね。いっぱいいるね。うん。何があるんだろう、この先。ただ川歩いてるだけだし、今のところは。逆なんか目的地っぽいとこ着きました。これか。すげえ広い。ちょっと長かったんで戻ることにしました。ちょっとね、果てまで行こうとしたんですけどめっちゃ長くて、とりあえず戻ります。こちらフィッシュビレッジに着きました。すごい船が。ここはね、ちょっと写真撮るだけみたいです。何もできないよね。そうだ、そうだね。みんな写真撮ってる。写真撮って、みんなね、こうやって写真撮ってるだけみたいです。はい、来た。ねえ、はい、違うところ移動してきました。ここで夕日を見るみたいですね。
ゃ人が多い。今から会いたいと思います。今日1日ズームちょっと待って何て言うのか ジープツアー行ってきました。いろんな動画を見れたのでよかったと思います。よかったと思うのでチャンネル登録お願いします。バイバイ。